彼のあなたへの連絡が減ったのにはこんな理由があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。それまでは頻繁に連絡をしてきたはずの彼が最近どうやら連絡が減ったようだ。一体何が起こったのか、ひょっとして私への愛が冷めたのかもしれない、いやちょっと待てと、彼が連絡が減ったのにはねこういう理由があるんじゃないですかというね代表的なもの、今日は6つほどご紹介をしていこうと思います。まあ、そもそもねこう男性が女性に対してね気持ちがこう冷めたり冷めなかったりっていうところって割とね外的に見て判断できることもあったりするので、まあ、それはねこちらをご覧になっていただいた方がいいと思います。こちらに画像が出ていてこちらにリンク先も出てるんでね、まあ、この辺りの話とか関連する動画このチャンネルの中でいくつかご紹介差し上げているのでチャンネルご登録いただいてね合わせてご覧になっていただければいいんだけども、まあ、今日は彼からの連絡というところにねちょっとこうターゲットを絞って、なぜね今までは連絡をしてきていてくれたにもかかわらずしてこなくなるのか、めっきり LINE の数が減った、これはどういうことなんだ、こういうことなんだというねそんなお話をご紹介していこうと思っています。もちろんここでご紹介差し上げるお話全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただければあなたの状況や環境そして心の状態をお伺いさせていただきながらより実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。下の概要欄説明欄の方にリンクが出ていますのでそちらの方からホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンクが出ています。こちらの方からホームページに飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。ということで今日は男性のね、女性のメッセージが減る、連絡が減る6つの理由ということでいきたいと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、交際関係が成立しているからですよね。もうすでにお付き合いをしている、まあ、交際関係じゃなくて婚姻関係でもいいですけどもね、2人の関係が成立していて特にそこに波風が立っていなければ連絡をする理由は特にないよね。なんで付き合う前はあんなに連絡をくれたのに、付き合ってからますますね連絡し合いたいのにというね、思いもまあおっしゃる通りその通りだなという気はしますが、まあ、男の人はね幾分かこう女性と発想が違っていて、いや付き合ってるんだからする必要ないよね、いやもう結婚してるのになんで連絡する必要があるわけというふうにね、まあ、考える方も少なくない。まあ、この違いはね、まず最初にあなたに連絡をしていた時というのはどんな時なのかというとやっぱりこうあなたをものにしたいというかあなたとお付き合いしたいとか自分の気持ちを分かってほしい、自分がね真摯にあなたに向き合ってるその姿勢を評価をしてほしいとか、まあ、自分アピール、そして同時にねあなたの考えを知りたいとかあなたの人となりっていうものをねもっともっと理解をしていきたいとい こうあなたに対する理解を深めたいというね、まあ、そういう気持ち、まあ言ってみればあなたをものにしたい欲求というね、まあそういうこう奪いに行く時のモチベーションであなたに連絡をしていただけなんですよね。今もうあなたは彼のもの、まあ、ものじゃないんでしょうけど、彼とね完全に交際関係が成立してしました。まあ彼にしてみれば連絡をする必要性がないんですよね。だから別にあなたが嫌いとか好きとかそういう話じゃないし、ね、いや付き合ってるのに連絡する意味って何かあるのっていうね、まあ、ただ単純にそれだけなんですよね。だからそこにこうあまり深い意味を求めるというよりは、あ、付き合ってるからまあこれは安心してるというふうに思っていいのかなっていうふうに考えた方がいいのかなと思います。まあ、ただとはいえね、いやそれはそれで困るなと、まあ、それは望んでいた付き合いのあり方じゃないなということなのであれば、まあ、それはさ、まあ、多少ね要望を出してもいいと思うんです。こういうふうに連絡がしてほしいと、まあ、せめてね付き合う前までとは言わないけどもうちょっと頻繁に連絡できんのあんたということぐらいは、まあ、言ったところでもいいし、それ言ってさ嫌われるような人だったら、ね、それであなたをもうあかんやつだっていうふうに言う男だったらさ、それはもう残念ながらご縁がなかったってさようならでいいんだけど、まあ、あなたがそういう求めをね出せば、あ、そう、じゃあ連絡しようかということで、
またすぐ忘れちゃうんですよね。あの連絡をするようにはなるん で、またしなくなったらまたね同じように、ケツ叩いて、連絡をよこせというと、まあ、するようになったりもしますから、まあ、その繰り返しをしてあげていただくのはいいのかなと思います。まあ、男の人はね、好きでもそういうことをやっちゃうよねって話はね、先日もこういう動画の中でご紹介差し上げたんでね、まあ、このあたりご覧になっていただくといいのかなと思います。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先が出ています。だから付き合いが成立していてね、そこに波風立っていなければ、彼は基本的に連絡をしない、連絡をしない人が多いというふうに、まあ、考えておくと、まあ、もうちょっと楽になるかなと思うので、まあ、そんな風に思っていただくといいのではないでしょうか。そして2番目はこちらです。はい、不安や心配がないということですよね。つまりあなたが彼の元を去る、あなたが彼のことを嫌いになる、2人の関係が終わってしまうという心配がない。1番目に申し上げたように、まあ、関係がねある程度成立している、まあ、関係が成立していなかったとしても、あなたの気持ちがねはっきり彼に向いている、そして彼もそれを知っている。まあほっといても離れることがなければ、まあ、ほっとくよねっていう、そういう話ですよね。ふざけんなと、そういうことじゃなくて、ね、やっぱり人と人、男と女の関係はコミュニケーション積み重ねてなんぼだろうというね、お気持ちはよくわかるし、まあ、それもその通り、おっしゃる通りではあるんだけだが、それをねいまいちやっぱり男の人は分かってない方が多かったりするので、やっぱりこう関係がうまくいっていって、まあ、特にねさっき見たように波風が立っていない、不安や心配もなければ、まあね大丈夫と思っていれば、まあ、何もしないよね。だからね、これはね、あんまり遊びでやるような話じゃないかもしれないけど、あなたがね、まあ、ちょっと軽い気持ちでさ、まあ、なんとかさんとご飯を今日は食べに行くんだとか、まあ、今日なんとかちゃんに誘われて合コン来いとか言われてんだけどねみたいなことを言われたりすると、まあ、彼にしてみると、おいおいちょっと待てと、お前今どこにいるんだっていう連絡が来たりとか、何もう帰ってる大丈夫みたいなね、ことで頻繁に LINE やメールが来るようになったりすることってありますよね。まあ、もしくはあなたがね、もうちょっとあんたのことはもう好きじゃないから離れると思ってるんだよねみたいなことをちらつかせたりした瞬間にね、今まで散々連絡をしてこなかった人はうわーうわーっていう風に、まあ秒単位でね、連絡をよこしてきたりとか、まあ、秒単位ってことはないでしょうけど、まあ、やたらしきりにねあなたに対してアプローチをしてくるようなことっていうのもあると思うんです。だからこそ波風がない、立ってないということは、彼にとってみればそれは安心材料であって、安心しているから連絡をよこさない。それはつまり彼自身も別にあなたの元から離れようとも思っていないし、あなたとの関係がねおかしくなっているとも感じていないという意味で、まあ、ポジティブに考えればそうなんだが、まあね、あなたの側からするとそれはそれでふざけんなっていう気持ちもわかるんだが、一応ね、まあ、男心としてはそういう人が多かったりもするよねと。だこれも一番目のところで言ったようにね、逆にね、なんとかさんが連絡をしてくれないと、あなたがね、私に対して声かけてくれないとちょっと心配になるよね。他の人に声かけられた時にそっちに行っちゃう自分がいたりするかもしれないなみたいなことは、まあ、さっきもねちょいちょい、行った方がいいっていう話をしたんですが、まあ、そういう話も入れても、まあ、入れることでね、彼の気持ちを再度あなたの方に向けさせて、まあ、不安や心配を煽るということもありっちゃありだけどね、あんまりお勧めはしませんが、一応頭の片隅に入れておいていただくといいのかもしれません。そして、3番目ですね。はい、そうできない事情がある場合っていうのは、まあこれはもうしょうがないですよね。最初はね、あなたに頻繁に連絡をしてくれました、頻繁に話をすることができました、まあそれは仕事が暇だったからだっていうね、まあそれだけの場合もあったりするんでね、最近になって仕事が忙しくなりましたとか、まあ体調がね悪くなりましたとか、まあそれは彼だけの問題ではなくて、あなたの側もまあね、前は昼間の仕事だったんだけど今夜の仕事になりましたとかね、またその逆とか、また仕事が暇だったものが忙しくなったりとかね、人はみんなさ、いろんなものをがあるじゃない、いろんな状況とか環境とか今置かれている立場とかね、その中でできることで最善を尽くそうと思ってもできないことがあったりする。だから前はね頻繁に連絡をしてくれたんだけど、最近どうも連絡がない、いやそれは何か彼にね忙しい事情とかもあったりするんかなとか、何かねそうできないような環境に変わっていったのかなというふうに思った方がいい場合もある。ただこれはねやっぱり聞かないとわからないから、勝手にねあなたの方で憶測で、そうに違いないっ
的なね、話で決めつけてしまうよりは、どうなん最近忙しいあんまり連絡ないけどねとか、どこ体調悪かったりしたりするのとか、まあなんかね困ったりしてることがあるんであれば聞くよみたいな話をまあふっかけるというかね、まあ声かけてあげていただくと、まあいうことで、まあいや実はカクカクシカジがこうなんだという話になればね、それはあなたも納得することができるんだったら、まあ、それはそれでいいので、まず彼にはね何かしらの事情があるんじゃないかなということも考えてあげてもいいかもしれません。さあそして4番目です。はい、連絡をするね要件がなくなってしまった時ってありますよね。それまでは連絡が頻繁にありました。それは単純にあなたと彼との間にね何か共通の目標というか、まあ、共通の要件があって、それに対して、情報の共有をしなければいけないから連絡を頻繁にしていたと。まあ、例えばね同じプロジェクトを一緒にやっていましたと、まあ、それについて、まあ、メールとか電話でね頻繁にやり取りをしてましたとかね、まあ、例えばそうね何かこう自分が相談をしている弁護士の先生とかに、まあ、訴訟の話とかをねしていて、その弁護士の先生とやり取りを散々してましたと。まあそれは仕事が終わったら連絡しなくなりますよね。まあプロジェクトが終わったら連絡しなくなるから、まあただそれだけじゃないですか。どうしてもね、こうコミュニケーションがそれ以前が頻繁だったりすると、その中にね、あれひょっとしてこんなにコミュニケーション取ってくれるっていうことは私のことが好きなんかな、ひょっとして脈ありなんかなっていうふうに思うことがあるかもしれないし、あなたの方が逆にね、あれ、この人意外にいい人かもしれないということで、あなたが脈あり女になってしまうこともあったりして、そうすると何かねそのコミュニケーションが疑似恋愛まではいかないんでしょうけどね、まあちょっとこう色恋めいた話が織り交ざりがちになってしまうと。そして案件が終わるというかね、まあ用事が終わってしまった途端にまあ連絡することがないから連絡しなくなるじゃないですか。そうするとあれなんであんなに連絡してくれてたのに連絡してくれないのかしら、いやそれは用事がなくなったからだっていう、ただ、まあ、それだけの話だったりもするので、まあ、その辺はね前後の関係と、まあ、さっきも申し上げたようにお相手の事情等々ね、よくよくお考えになってみていただくと、あ確かにまあ連絡する用事がないってことだよねということは、じゃあこちらから用事を作ってあげればいいのかなということで、まあ、何かね彼と話しやすいような話題をね、あなたの方からふっかけてあげていただくというのは、まあ、手口としてはありかなと思います。そして、5番目ですね。はい、まあ、実はねこれが一番多いのかもしれませんけど、特に話題がないっていうね、まあ、これはね男の人ならではだったりもするんですよね。まあ一個前に言ったね用事がないっていう話に、用事がなくなったっていう話とちょっと近いんですけど、割とねこう男の人、みんなはみんなそうじゃないですよ、そうじゃない人もいるけども、多くの場合はやっぱりこう言って意味があることなのかないことなのかってちょっと考えちゃうんですよね。そう発話をすること、それを誰かに伝えることにどんな意味があるのかということをちょっと考えてしまう、無意識のうちにね。その結果これ言ったところで何にもなんないよね、だからなんだっていうことを自分の中でねついついこう答えを導き出してしまって、そのまま黙ってしまうことが少なくない。一方ね女性はね割とこう思ったことを言葉にボーン、自分の感情とか気持ちとかをそのまんまねこう公にパーンとこう、まあ公っていうか全体にというよりは自分の知ってる人とか、仲間内とかね、まあそれこそ彼氏、旦那さん、会社の上司部下、いろんなところにねこう感情をそのまま発動される方って少なくないんですよね。まあそれに対してね男性っていうのは今申し上げたように発話そのものに意味があるんかないかっていうことをどうしても考えてしまうから、まあ意味がないからいいやということで、まあ何も言わないと。それがね例えばこれを伝えたらあなたに対してすごく自分の株が上がるんじゃないかなとか、こういう情報を彼女にあげたら彼女はすごく仕事で役立つんじゃないかな、明確な理由があって、それをね伝える意味があるよねということであれば連絡をするんです。つまり情報伝達ツールとしてねあなたに対して何かしらねコミュニケーションを取ろうとする。しかしね、今日飯食ったとかね、いや今日俺昼飯これ食ったんだみたいなやり取りって意味あんのそれっていうふうに言わないですよ、口には出さないけどそんなふうに思ってしまう。だからあなたがね今日はなんとかさんとこういうところでお昼食べたんだって彼に連絡をしたとするじゃないですか。彼にしてみるといやだからなんだっていう話終わっちゃうんですよね。いやだからなんだじゃなくて、それに対してさ感想とかないのとかね、それに対してさ美味しかったとか聞いたりしないわけっていうふうに思うかもしれないけど、いやそれ聞いて何になるのっていうふうに、まあ、思ってしまう人が少なくないから結果的にコミュニケーションの頻度が多くなくなっていく。もちろん会って話をしている時には場の雰囲気とか空気感があるから自然にね会話が弾んでいくっていうことはあるんだけど、ちょっと離れたところでの電話とかメールとか
LINE のやり取りってなってくると、まあ果たして意味があるんかねということで、まあ話題もそういう意味では彼にとってはないんですよね。あなたにしてみればその一つ一つは全部話題じゃんよ、それで全部コミュニケーションできるじゃんよっていうふうに思うかもしれないけど、彼視点でいくと、まあ話題ないから連絡しないというふうになってることもね、あるので、まあ、そんなことも頭の片隅に置いといていただくといいのかなと思います。さあ、そして最後6番目ですね。はい、まあ、これも実はね結構ある、減らしてないっていうね、減ってないんです。彼はそんなにね言うほどあなたが思うほどコミュニケーションの頻度は減っていないし、連絡をしていないかというとね、連絡をしているんですよね。ただまあ人ってねやっぱり、まあ、貪欲じゃないですか。お付き合いがね深まっていったりとか、関係が仲良くなってくれば、いやもっともっとというふうに思ってしまう。あなたの期待感があまりにも大きすぎるから、彼にしてみるとね、100までやってるんだけどあなたから期待されてるのが150だったりするんでね、いや俺全然減らしてないし、ずっとね最初から今に至るまで100だったりするんだけど、まあ、あなたの方がね、最初は100で満足していたものが120にならないと満足しなくて、150にならないと満足しなくて、挙句の果てには200にならないとそれでも満足できない。いやだからちょっと彼から最近連絡してこないんだ、ふざけんな、どういうことだみたいなね、いやお前の期待がでかすぎるんだっていうね、まあ、そういうギャップも少なからずある。もちろんじゃあ彼がずっと100かって言ったら、実はねさっきも言ったようにお付き合い始まってからちょいちょい減っていって、それは90になって80になっていっていうこともあるでしょうと。ただそれもある程度誤差の範囲だったりもするから、そんなにね大きく減ってるかっていうとそうじゃないこともある。もちろん1番目から5番目まで言ったように明らかに減ってる人ってのもいますよ。明らかに減ってる人はいる。しかし冷静に見てみると、あれそんなに減ってないよね、ちょっとこっちの気分が高まりすぎたかなっていうこともあると思うので、まあ、そのあたりはね、まあ客観的に過去ね、そして今どうなのかということは一度振り返って考えてみてもいいのかなと思います。まあ同じような話でね、男の人はなぜね女性を放置するのか、お付き合いしている彼女を放置するのかという話をね、前に差し上げたことがあります。この中でもね同じ話してるんですけど、こちらに画像があってこちらにリンク先も出てますが、ね、放置されてる放置されてるって言うんですけど、彼は全然放置してないんですけどっていうね、まあ、ことはよくあったりするんです。これも同じように連絡がない連絡がないとかね、返信全然してくれない、いやしてるじゃんよ、それはねあなたの期待ほどはしてないかもしれないけど最初からあまり変わらないぐらいしてるから、そこはちゃんと見てよというふうに、まあ、思ってる方も男性には、ね、いらっしゃるので、まあ、そこはね、まあ、コミュニケーションで埋め合わせていくのか、あなたが客観的に、まあ、見てね、まあ、そういうもんかっていうふうに納得するかというところだと思うので、一概にね減ったっていうふうに決めつけるよりも前に、まあ、本当にそうなのっていうことは考え直してみてもいいのかの、いいかと思います。さあということで、全6項目をご紹介差し上げました。まあ細かいこと言えばね、まあこれ以外にもいろいろあるんでしょうけど、共通して言えることは何かっていうとね、これはこのチャンネルの中でもずっと申し上げてるんですけど、連絡があるかないかっていうことで彼の愛情が冷めたかどうかっていうのはあんまり関係がない話だから、まあ、連絡が、ね、あるかないか、なんで、ね、連絡が減らしたのかっていうことは気になる気持ちもわからなくはないけど、イコール愛情が冷めたんかっていうそういうことでもないから、そこはねだからあんまり気にしなくてもいいのかなと思います。だからそういう意味で彼がなぜ連絡をしないのかっていうことについては、まあ、理解を、ね、しておくっていうのは大事なことではあるんだけど、もっとね大事なこととしては日頃のね彼の言動、あなたに対する振る舞い、接し方、そういったところでね明らかにこいつ態度悪いよね、明らかに私のこと好きじゃなくなっているよねという上で連絡が減ってるとかであればね、それはまた考えなきゃいけないんだけど、そういうことはなくて日頃のあなたに対する接し方がすごくねやっぱりこう愛情を注いでくれてるし大切にしてくれているっていうそういう実感をあなたが得られると、そういうお付き合いをしてくれているんであればね、まあ連絡があるとかないとかさ、あんまそんなことは気にしない方がお互いのためにもいいのかなと思います。もちろん連絡が欲しければ、まあ、それはそれで、ね、彼に求める望むということはありだと思うので、まあそういうことも含めて、まああんまり連絡が来るかないかということに、来るか来ないかということにとらわれない方がいいんじゃないですかということでした。現場からは以上です。